日本初っていうところをしっかりこう見せていくっていうところなんですかね。今回はナンバーアイさんたちから GO とこちらのダンスパフォーマンスミュージックビデオということで見ていきたいと思います。一番最初は著作権の関係ございますので音はこちらに聞かせていただくと、もしかしたら文字がサクッと入ってるかなというふうに思いますのでご了承くださいませ。それでは見たいと思います。緊張する。レッツラーガッツ。お、どこだ。おーわーわー、おーおー、アンサーゴ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 ー、やばー、おやば、ゴー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 、ここはどこ？わー、すごいじゃないですか。ちょっとここかっこいいですね、このひろとくん。しかもめっちゃこう前に出てくる出てくるっていう、進みながら踊っていくっていうところですもんね。だからパフォーマンスビデオなので、これがまたダンスプラクティス映像とかになってくると、その全体のダンスとしてこう見えてくるっていうところになるのかなっていう。なのでまだこれでも全貌は全ては明らかになっていないというねところでございます。ワクワク、うおー、胸のヒット強い、ドンドンドン、うおー、マジで岸くんはもう未知数ですよね。うわー、ここやばくないですか、これやばくないですか、これ、こっちか、こうなってんのか。もうなんか表現が多彩すぎてすごいですよね、本当にテーマパークの状態ですよねこれね。わー、神宮寺くんの表情がめちゃめちゃコロコロまた変わっていくところ、多彩ですねこのあたりもね。いやー、おー、えぐーこの振りの量ですよね。情報量がもうすごいことになっていて、その限られた、分数、曲のこの尺の中にとんでもない量がこう入ってるんですよね。振り付けの敷き詰められ方というか、もうすごい、だからなんです、お料理の数、品数なわけですよね。おー、うわー、もうこの皆さんの表情ですよ。ちょっとちょっと、しかもここのお部屋はまたすごいですね。やっぱりなんかそういう意味では日本初っていうところをしっかりこう見せていくっていうところなんですかね。日本語のラップで、そのこの和式なお部屋とともにライティングと傘がこう散りばめられてる感じっていうんですかね。おーこれは面白すぎる、これは面白すぎるよ。ドゥーンカツカツカツてってつくの部分のこれです。コンっていうところでシュッて上げるところです。ここのこの音のはめ方がもう本当に絶妙ですよね。ゴー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 、うおー、ここかっこいい、ここかっこいい、これかっこいい、これかっこいいな、たまらん。で、この後に、この皆さんでこうちょっと傾く、この一瞬の間ですね。ここの一瞬なんですけども、ちょっとこう、なんでしょうね、空白の時間みたいな一瞬、ふわって設けるっていう、ここが味噌でございますね。いやー、かっこいいですね。本当にね。これはだからまたダンスプラクティス映像もね、出てくるというところだと思います。こうして、少しずつ少しずつね、コンテンツが。出てくるっていうところを楽しみにしていきたいところでございます。よろしくお願いします。引き続きミュージックビデオ、そろそろ2000万回というところでございますので、盛大にね、また回していきながら歴史的レコードを作っていければなというふうに思うところでございます。よろしくお願いします。現場から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、せい。